はい、皆さんこんにちは。今日のねサブチャンネルですけど、こちらのね375の担当で、まあお約束ですけどもエアコンでやってます。もう本当ねもうエアコンの受けがいっぱい入ってきてる状況ですね。でこちらの車ね、まあ効かないと、走ってても効かない、止まってても効かない、天気が悪い日だったらちょっと効くかなっていう風に言ってました。まあ実際見たらねガスもまあ少ないかなっていう感じだし、まあ、やっていく上でね詰まってるのかなっていう雰囲気はありますね。まあ、とりあえずねこちらの動画の方を皆さんご視聴お願いします。はい、じゃあね今からね作業の方やっていきますね。まずはね作業前の吹き出し口温度なんですけどね、23度っていうね結果になりました。全然冷えてないですね。でまあ機械の方をねセットして今からやっていきます。そしてねこちらのガス規定量ですけどね、まあ 300g ですねなってます。そしてね入っていたガスですけど、まあ、125g っていう結果で、まあ、175g 少ないっていう結果になってますね。まあイメージ的ですけど、まあこの辺の年式の担当は割と最近こんなデータの車が多いような気がするんですけどね。まあ年数相応でそんな感じなのかなっていう気もしますし、まあ、もしかしたらね漏れがあるのかっていうところもね疑わしいところではありますね。そしてねこちらの車のまあ今からねフラッシングの方ですねやっていきます。配管内のね洗浄の方をしていきます。で9回のねフラッシングをして、まあ、配管内洗浄、そして古いコンプレッサーオイルが出て、まあ、液パンの清掃をするっていうところです。このフラッシングをすることでね、まあ、効率がねそれなりに良くなりますので、まあ、フラッシングはねやはりやった方がいいのかなっていうところだから、例えばねガスを引いてガスを入れるだけでももちろん冷えますし、まあね例えば添加剤だけを入れても冷えるようにもなるし、まあ一番いいのはガス満タンフラッシング添加剤っていうもうこの組み合わせですね。これをすることでやはり一番の冷えを得ることはできます。過去の動画に添加剤をね検証するっていう動画を上げてるんですよね。でそちらの方であるのを見てもらえばね最後の結果を見たらわかるんですけど、通常最初に施工前で測った温度、そしてガスを回収して満タンに入れてね測った温度で、そこからねフラッシングをして測った温度っていうのでねまたグッと数字変わるんですよね。でその後に添加剤を各社入れていくっていうのをやるんですけど、そこの変化もまあ良くはなるんですけど、フラッシングをやってるから後の数字で言うとそこまで極端には変わんないっていうところなんですね。だからまあそれだけフラッシングっていうのをやることで、まあ、効率がぐっとね良くなるのかなっていうところですね。まあ検証動画でね次やるんだったらね、例えばじゃあフラッシングをせずにね満タン入れて添加剤入れてね、その後じゃあフラッシングだけして満タンにしたらどう変わるかとかっていうのもやってみると面白いかもしれないですね。そしたらもしかしたらね添加剤入れてるより効果がより一層ね上がるんじゃないかなっていう気はしますけどね。そしてねこちらの車のね方も一応漏れがあるかもしれないんで、一応ねまあエンジンルーム内は一応点検はしてますけど、まあ特段問題はないかなっていうとこです。まああとはねまあ実際ねエバポレーターとかがどうなってるかとか、室内側ですよね、そっち側が怪しいのかなって漏れてるんであればですね、で一応ね作業終了後に漏れ止め剤の方も入れてます。で漏れ止め剤ってじゃあね本当に効果あるんですかっていうとこも思ってる人も多いんじゃないかなって思うんですよね。で実際漏れてる車でね治らないのは治らないし、治るのは治るんですよね。で過去にあったのが、まあガスを入れてどうですかね2ヶ月ぐらいで空になるっていう車があったんですよね。でその車をねコンデンサーのとこからもう泡が出るんですよね。何て言うんですかね、まあ洗剤かけたりとかすると明らかにもう漏れてるんですよね。それをね漏れ止めを入れたら、なんとね2年間ガスが尽きることなくエアコンが効くっていうのもあります。ただねじゃあまたね1週間2週間で空になるっていうのに入れてみたら、やっぱりそれは1週間2週間で空になるっていう結果になったのもあります。だからね、もうやるので絶対治る保証はないけど、意外にそういう結果も得られるっていうところですよね。だからね、漏れ止め剤もね、案外バカにはできないのかなっていうところですね。非常にね、まあ効果的な部分もある時はありますね。ただ、漏れ止め剤って溶剤が高いから、多分施工単価ってそこそこいい金額すると思うんで、まあ、そこをね、まあどうするかっていうところですよね。だからまあ見てわかるところが漏れてるんだったら、まあ変えてもいいのかなっていうところですよね。まあ、たまたまね、そのコンデンサーから漏れてたのは、車が外車だったんで、コンデンサー高かったんでね、まあ、ダメ元でやったらね、意外にいけたっていうね、結果でしたけどね。
そしてね、この車なんですけどね、結構ね、エンジンの音がすごいんですよね。なんかもうガタ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 っていうか、まあ言うと大げさですけど、カタカタ音ですね。まあ、わかる人はわかると思うんですけどね、あの、ダイハツ特有のね、あの、カタカタ音ですね。これ鳴ってますね。結構鳴ってますね。だからまあ、オーナーさんが乗るように前のね、まあ、オイル管理がどうだったのかなっていうとこ。ちょうどね、それこそ平成20年前後ぐらいの、まあこの辺のエンジンになった時ですかね、の車なんかで言うと、本当にね、もうオイル管理が良くても10万キロぐらい走るとね、ちょっとカタカタ音が若干するとかっていうのもあるんで、もう管理が悪いとなおさら一発で来るんですけどね、この辺のね、当時のね、車のエンジンはやっぱりちょっと要注意部分ではありますね。サービスキャンペーンでね、ヘッドガスケットからオイル漏れとかのね、やってる時とかにね、まあその時にね、ピストンは自腹で買って買えるとかってするとね、それで直ったりすることもあるんですけどね。で、フラッシングが終了して、今からね、親友の方ですね、コンプレッサーの親友を入れていきます。左下ですね、そちらが親友になりますね。で、まあ、抜けてきたね、まあ、コンプレッサーオイル、見てもらうとわかると思いますけど、まあまあ、色もね、汚れてるかなっていうとこですね。まあ、コンプレッサーオイルもね、結構交換しないっていうことが多いんじゃないかなって思うんでね、こういうメンテナンス機器を使ってね、まあ、コンプレッサーオイル変えましょうっていうね、ちょっと流れをね、作れたらいいのかなっていうのはね、思いますね。そしてガスを入れますね。こちら 275g ね、300に対して275入れますね。そしてコンプレッサーの添加剤を後で入れます。そちらにね、25ガスが入ってるんで、そうするとね、満タンになるっていう計算でね、やってますので、ここからね、規定量はちゃんと入るっていう計算になってます。で、ガスの方が入れ終わったら、こちらのね、添加剤ですね、こちらのセッティングして、まあ入れ出していくっていうとこです。で、まあ、こちらの添加剤をセットして、まあ、そうすることでね、まあ、燃費が良くなったりとかね、まあ、エアコンの機械が良くなったりとかっていう、そういう恩恵もね、ありますので、まあね、ぜひぜひ入れるのはおすすめですね。で、まあ、施工後のね、吹き出し口温度ですけど、一応ね、23度から 4.8 度っていうね、まあ、数字の方に変わりました。はい、皆さん、今日のね、サムチャンネルいかがでした？こちらのね、ファントのエアコンメンテナンスでした。で、まあ、実際施工して、まあ、ガスが少ないっていうのがあって、で、あとね、フラッシングをしてやって、まあ、ダイハツなんかは特にね、液パンもそうですけど、高圧のところのね、フィルターですね、そちらの分の洗浄もね、してやるとまた効果が上がるんじゃないかなと思います。実際ね、施工後の温度がね、まあ、5度ぐらいまでなってるんで、まあ、十分ね、成果としては現れてるんじゃないかなと思います。ただね、この車ね、別の部分で気になるのがあってね、エンジンのね、音、カタカタ音がすごいんですよ。KF のね、多分この辺の平成、多分20年前後ぐらいの年式の出っ張らのやつとか特に多いんですけど、ピストンがね、こう多分首振ってるような音かなっていう感じのね、カタ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 っていう音がしてますね。まあこればっかりはね、もう鳴り出すとどうにもならないのかなっていうところですけどね。まあ、エアコンの方はね、もう十分効くようになったんで、まあ快適な夏が過ごせるんじゃないかなと思います。それではね、今回はこの担当のエアコンメンテナンスでした。また次回動画アップするまで皆さん少々お待ちください。